藤原さんならではのこだわりと、こだわり、創意工夫こだわっとうで、ほんまにほんまにこだわってますね。そうですよ、やっぱりこだわらなあかんしな。そうですね、うん、その代わりロスも多いし、うん、まあ、ロスのこと考えたら何もできないし、なるべくロスがないように、まあどこもそうやけどね、攻撃した品物が売れたらもうこんなもんにゃバンバンじゃない。まあ、それができひんから、またいや昔はもう買うた品物全部売りようと、今こんな状況やし、空き店舗だらけやし、まあ、それはどこの一番の商店街も問題やったね。まあ、だからこの理事さんが最近若いから何やかイベントとかよくしとるからね。だからもう辞める人もおるけど、また入ってくるとこもあるし、まあそんな感じでみんな一生懸命やってます。まあそういうこっちや。